さあ、というわけで今週のコーナーやってまいりましょう。地球最後のクイズのコーナーでございます。本当にもう地球がもう滅亡する最後の最後、最後っぺみたいな、本当に箸にも棒にもかからない、そういうクイズを募集しております。さあ、この何でもいいクイズどんどんやっていきましょう。グランツェッペリン吉光さんからです。問題、松本清、大義語は？松本清、大義語は？これもすっといきましょうね。正解、松本清の大義語は浜田康史でした。もう言うの恥ずかしいよね。この後あれだよ、二次食いだったらこの後真由澄くんがね、真由澄くんも呼ぶか、もう今。というわけで正解は浜田康史、松本清の大義語は浜田康史でございました。じゃあちょっと前説解説お願いします。はい、まあこれはそのままだね、松本の大義語が、浜田、これはダウンタウンだね。で、清の反対は康史、康史清で、清だから、まあ、漫才のレジェンドということで松本と浜田、浜田康史だね。ちなみに、浜田康史という人は日本にはいないです。なるほど、ありがとうございました。なんか新機軸ができてきた。じゃあ次行きましょうか。でもね、これで解説するのが、ね、俺やっぱり気恥ずかしいからね、あの前泉くん下ろすのすげえいい感じですね。たこ焼きバントマンさんからですね。問題、ジ・アルフィーの中で高校時代にツェッペリン・ジュニア・スペシャルというバンドを組んでおり、大型でグラサンをかけているメンバーは誰？ジ・アルフィの中で高校時代にツェッペリン・ジュニア・スペシャルというバンドを組んでおり、大型でグラサンをかけているメンバーは誰？さあ、この問題ね、これ早押しだったらちょっと危なかったかもしれませんけれどもね。はい、さあ、これはまあジ・アルフィーのまあ基礎知識が必要になってきますけれども、皆さんね、結構分かってる方いらっしゃるでしょうか。さあ、それでは正解発表です。ジアルフィンの中で高校時代にツェッペリン・ジュニア・スペシャルというバンドを組んでおり、大型でグラサンをかけているメンバーは誰？正解は最強合体神桜井坂崎高見沢でした。あー、なるほどね。はい、これはちょっと前澄君解説お願いします。うん、そうだね、高校時代にツェッペリン・ジュニア・スペシャルというバンドを組んでいたのは、高見沢さんなんだけども、大型は、大型は坂崎さん、そして、グラサンをかけてるのは唯一桜井さんなので、全員が合体した最強合体神桜井坂崎高見沢が正解になるわけだね。なるほど、桜井さんだけちょっと情報が薄くないかななんて思いますけれどもね。うん、まあ、桜井さんはそのライブにならないとベースを練習しなかったりとか、私生活に謎が多い人らしいからね。なるほど、ありがとうございました。というわけで正解は最強合体神桜井坂崎高見沢、融合しておりました。よし、だんだんリズムが出てきた、リズム出てきたぞ。神奈川在住の山口さんからでございます。問題、最近パソコンが急にブルースクリーンを吐くようになったよ、なんでかな？最近パソコンが急にブルースクリーンを吐くようになったよ、なんでかな？さあ、いかがでしょうか。さあ、これはもうすっと正解出しましょうかね。いきます。正解です。最近パソコンが急にブルースクリーンを吐くようになったよ、なんでかな？正解はなんでかなでしたね。わかんないときはわかんないですね。なんでかな。特にな、去年買ったやつだしな。結局なんでかなが正解でございました。これは前澄いかがでしょうね。まあそうだね、ブルースクリーンもいろいろと、原因はあるんだけれども、一つに絞りきれないことはまあまああると思うね。あと、いろいろ調べて、なんかディスクチェック的なもののコマンドを打つといいよとか、ディスクの修復をするといいよって教えてくれるサイトはたくさんあるけれども、必ず太字にアンダーラインで自己責任でって書いてあるから、じゃあやんねえよってなっちゃったりするよね。ありがとうございました。やっぱりハッカーの言うことは眼畜は違いますね。というわけで正解はなんでかなでございました。はい、これ迷宮入りです。これ俺知らなかったな。柴さんさんからです。問題、 YouTube の自動字幕機能で上力一の笑い声は何と表示されたでしょう。
自動のね字幕つきますよね。あれで私の笑い声は何と表示されたでしょうか。どの動画とかはちょっと説明ないんですけれどもね。まあちょいちょい笑いますからね。もう自分の言ったことで笑え、お便りを読んでは笑い、読み上げた後で笑い、いろんな状態でね笑顔ニコニコしておりますけれども、何と表示されたでしょうか。さあね、コメント欄が賑やかになってまいりましたけれどもね、まあこれはね考えてわかるもんでもありませんから、インスピで答えてってください。正解ですね、私の笑い声は自動字幕機能で何と表示されたでしょうか。正解はバッハなんだろうな、バッハかってなっちゃった。あんまバで笑ってねえとバッハバッハがバッハになっちゃったんだ。なんかあれみたい、V6 の、 あのみんなでワッハッハって曲のさ、途中からさ音楽家はバッハッハっていうさ歌詞があってさ、ダジャレみたいなんだけどちょっと恥ずかしいねバッハなんとかなんですよね。で字幕もね、いやもう最近ねカーテンね買ってないんですよね、バッハしょうもねTOKIO でしたね、 V6 じゃねえや、ごめんもうごめんちょっとね、あの力士さん、あのみんなでワッハッハは V6 の曲じゃなくて TOKIO の楽曲なんで、そういうのは間違えないでほしいかなって俺は思ったよね。ごめんね、まゆいね、補足ありがとうね、ありがとう、そうでした皆さんね、すいませんね、V6 じゃなくて TOKIO の楽曲でございました、みんなでワッハッハというわけで正解はバッハでございました、ごめんねごめんね。はい、続いて音速のノニさんからです。問題、イカ娘のアニメが終わったことを嘆いていた英雄は、イカ娘のアニメが終わったことを嘆いていた英雄は。さあこれはね、ひらめき一発勝負ですからね、これすぐ正解出しましょう。正解はイカロスでしたね。これじゃあ前泉君解説は、これはイカ娘のイカと、それから、まあ、のイートモが終わったタモロスとか、福山雅治のラジオが終わったマシャロス、アマちゃんが終わったアマロスの、こういうロスを合わせてイカ娘が終わって寂しいならイカロスだろうなということで、英雄のイカロスになぞらえた問題だったね。ありがとうございますね。いや間違いないですね、ね、イカロスでございました。どこどこまでもね。だからまあイカロスにとってはイカ娘のアニメが終わった瞬間にローで作った羽が溶けて地面に落ちていってしまった、そういう気持ちだったのかもしれないね。なるほど、前泉君ありがとうございました。さあラスト1問でございます。さあね、ラストは RBI さんからです。ラスト、地球最後のクイズ問題です。地球最後の日、人類最後に生き残るのは誰？地球最後の日、人類最後に生き残るのは誰？さあね、地球最後のクイズ、本日ラスの問題にふさわしいね、なかなかこうテーマの広い問題です。さあいかがでしょうかね。コメント欄の方では俺俺俺という形でね、なんでしょう、湘南の風でしょうかね、流れてますが、もうちょっとね、ひとひねりしてもらえると嬉しいですね。いかがでしょうか。さあこれ正解発表しましょう。それでは今日最後のクイズの正解です。地球最後の日、人類最後に生き残るのは誰？正解はエリック・ワイナイナーでした。これは一人だけ5分後に滅亡するからでしたね。いやいや、そうです、そうワイナイナはね、これちょっと前泉くんね、そうですね、あのエリック・ワイナイナというランナーは、オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで、1人だけハンデがあるので、とても足が速いからハンデがあるから、1人だけ他の猫ひろしとかの芸能人とは別に1人だけ5分後にスタートするんだよね。だから地球が滅亡するときもワイナイナだけハンデで1人だけ5分後に滅亡するということなんだよね。なるほどね。これリディア・シモンがいたときはやっぱりリディア・シモンもちょっと遅れて滅亡するのかな。リディア・シモンは1人だけ3分後に滅亡するね。あー、なるほど、ありがとうございました。ワイナイナがワイナイナだけ1人だけちょっとスタートラインで待って滅んだっつって5分経って滅亡する。いやー、これはいい問題でしたね。